火山は MC4 と呼ばれる自由降下用の落下傘で、数十キロにも及ぶ装備品を携行するため、一般のスポーツパラシュートの約2倍の大きさで、その操縦には極めて高度な技術が要求されます。本日は高度約1400メートルから降下しておりますが、酸素マスク等の装着により最高約1万メートルの高高度からの降下が可能です。なお高度1万メートルから降下した場合、最大約25キロ、超習志野演習場から東京駅までの距離を滑空する性能を有しています。現在上空で実施中の螺旋状の旋回行動はスパイラルと呼ばれ、迅速に目標地域に降下するか、または降下隊員同士で時間差を設けるために急速に高度を落とす技術であります。現在上空で実施中の操縦要領は、左右に取り付けられている操縦桿を引き下げることにより、落下傘の前進力、進化速度の調整及び旋回を行うことが可能で、初方の方向に操縦することができます。